はい、ブラジルカーニバル実行委員の、代表してですね、開会宣言をさせていただきます。このブラジルカーニバル2015では、来場の皆さんにですね、何しろ楽しんでいただきたい。日本にいらっしゃる、ブラジルの方、ブラジル人の方、また、日系の方、そういった方々の、まあ、ふるさとを感じるイベントにしていきたい。喜んでいただける笑顔をもっと作っていきたい。そして日本の皆さんにはこのブラジルの魅力、音楽、料理、また踊り等をですね、体験をしていただいて、もっともっとブラジルを知っていただきたい。そして、出展者の皆様にはですね、この場を通じてですね、いろいろなビジネスにつながるような、そんな、発展的に育っていければと思っています。そしてまたこちらで、講演をしていただいている皆様、またのご出演の皆様の PR 等でですね、事業の目的に寄与できればというふうに思っております。私たち関係者一同心一つにして、このブラジルカーニバル2015笑顔を作っていく仕事をしていきたいと思います。以上をもちまして開会宣言とさせていただきまして、プロドリブラジルカーニバル2015開会といたします。ありがとうございました。ブラジルカーニバル実行委員会実行委員長大森道夫さんでした。ありがとうございました。